お話を昨日センターの、自己採点結果がおよそ出てきたので見てみましょうか。あれ、はい、どうぞ行きましょう。聞いてほしいんだけど、ストラテジーが始まって3年なんですね。で、今年はその、まあ、ストラテジーが始まってからその、勉強 の, その 方法と、その目指す大学に最短のものをこう打ち出すというね方向性で始まったわけだけども、やっ とあの形が3年経つと一周するからね、形になって、そして今年が受験生が1年生からやった人なんだよね、高1からね。はい、で、とてつもないっていうのは、何がとてつもないかというと、今自己採点してもらった段階でも、かなりちょっと興奮するぐらい、自己最高記録を本番で出すというのは、ここの、まあ、本校でのまだ集計しかできないんだけど、9割これはありえないと思いますよ。自己最高を本番で出すなんてね、なかなかできないことです。で、何がそうさせたかというとね、やっぱりもちろんみんなが頑張ったものがベースにあるわけだよね。頑張ったものがベースにあって、それを本番に出せるかどうかという、ここの、テーマになっているところをね、頑張っても出せなきゃ意味ないよという、この受験の厳しい世界をどのように見るかということなのね。なので、まあ、一つの、まあ、センターに、まあ、今終わったばっかりだから、ね、特化して言ってるけども、これがこのあと1ヶ月2ヶ月続く、二次国立とか私大とかそういうものにもつながってくるんだと思います。あまりね、想像を絶する結果が出てるんです。あまりちょっとこれはびっくりしちゃうぐらい、もうそこの2人なんて不良のくせに夜寝れない夜寝れぐらい、寝れないぐらいの点数取っちゃったりね、そういうことになってるわけでね、結構、素晴らしい、形でセンター試験を通過しましたね。もうてってなんてあんな英語取って思わないしびっくりしちゃうし、はい、だからそういうことって何で起きるかというと、やっぱり、一番大切なことはここでやってる瞑想とか食べ方とか脳の使い方とか、そういう細かいことが出てくるのね。大体世の中の人たちのセンター後のお話聞くと、今日は朝いたよね、一人センター失敗したので 来年ここで勉強します人行かないんだよ、なかなかうまくいかない。なので不満な人はたくさんいるのね。満足だっていうのは、まあそれゴールになっちゃうから不満なんだけれども、それにしてもすごいっていうのはこのことだなと思います。で、細かいことを一個一個やっていくということがとても大切だなということが、これでまあ証明されたね。まず自主学習のスキル、そしてマインドセット、そしてストレージがあって、それが、相互作用してこのような結果が起きたんだと思います。で、センター試験がうまくいかない、または思ったような感じじゃないっていう人だって、必ず同じことをやってきたんです。自信を持ってこの後、次第、ね、二次、国立前期後期と進んでほしいなと思いますね。これからもね、まあ、後半に向けて、大学受験生はまだまだスタート切ったところなのでね、君たちの勉強法が正しいってことが証明されたわけだ。ないよ、そんな9割が自己最高なんてありえない、ありえない、そんなありえない。模試はずっと、もう嬉しいのは何かと、模試ってずっと練習だよ練習だよって、低くても別に練習だよ、最後に一発頑張れ取ればかっこいいだろうみたいな、本当そうなんだ。かっちょいいよ君たち、びっくりすること、そういうことなので、自信を持ってさらに今度は突き詰めてください。専門分野がね、自分のねものをね、今までやってきた人はそのまま言ってください、いいね、とても大切なことということで、ちょっと中間報告として何かありますか。中間報告こんな感じでね、興奮してしまいました。本当にセンター2日間はちょっと外も出ないで、そっちうろうろしてたんだけど、やっぱり家の中うろうろしてたんだけど、はい、そうなんで、圭先生だって大学のレポート締め切りなんて忘れちゃって君たちの工場のストレの組み替えをこういろいろこう し始まってね、もう大変、そんな感じでもう興奮してます。でもそれは君たちがやってくれたからなんですよ、ね、だよ
やっぱりそういうものをきちんと信じてないと、なんでこんなことやってるのってね、クエスチョンマークが出てきちゃったら終わりだと思うんだよね。それってとても大切なことだと思いますね。だから1年生2年生のみんなもやっぱりこういう、ね、環境がもう自然に用意されているということを、信じてもらってね。ほんで、先輩たちが出したその結果についてほしい、さらに突き詰めてね、やっていってほしいなと思いますよ。ケイ君ね、涙流してんの嬉しいの。マッキーなんてあのさよ、あの普通さ合格もつくわないや、もういけるって分かったらへーとかなって、ほえーとかなっちゃうじゃないお前過去最高取ってんだよ、ありえないでしょ。そのやり方って言ったらもうね、涙出ますよ。そういう自分を高めるってのはとても大切だなということが分かるよね。はい、なのでね、本当に大輝くん、また363日の後ななので、しっかりと後に続いて頑張ってほしいなと思いますね。必ず君たちがこのね、刑事の方法でやっていけばうまくいくということの証明になっているということですね。はい、ということでこれからね、受験生のみんなはそれぞれの道があって、そしてそれをやっていくことになるけども、また楽しんでいきましょうね。こことか、使ってね、楽しんでいきましょうね。はい、じゃあ頑張ってください。報告でした。はいはい、今ちょっとね報告しましたけれども、ちょっと付け加えておくね。じゃあ9割、ね、自己最高を本番で9割が出したということですよ。すごくないですか。で、じゃあ1割どうだったの、落ちちゃったの。違うんですよ。1割もこれまでの自分の力をちゃんと出せたんです。自己最高じゃなくてもこれまでの力を出していることを忘れないで。で、これがすごい。でね、普通一般的に言うと、一般的に言うと、すごいのはその1割の人なんですよ。だって本番でね、今までの自分の力を出せるっていうのはすごくすごいことなんですよ。これが1割の人ね。しかも本番で自己最高が出ちゃったみたいな感じの人が、9割なんですよ。やばいです。一体、これは一体何なのかっていう、ちょっと今、白状しちゃうね。こういうことやったからこうなったんだよっていう話するね。いくよ。初めて聞く人保存版だよ。いいですか？まずは、一番最初、ですが、学校ぶっち計画。ぶっちって何ですか？ぶっち？要するに GHP のことです。学校を、なるべくこう、適当にごまかして休むみたいな。はい。インフルエンザがクラスに3人もいたという話は聞きました。恐ろしい話ですよ。これなっちゃったら終わりだから。まず体が資本は当たり前。でしょ？これがまず最初に来ます。次ね。で、次にここの早朝ルームね。はい。早朝ルーム、これが何がすごいかというと、各、一番、ジムにいるときはもう問題ないんです、全然。ジム以外のところでどんな勉強をしてるかっていうのが、一目瞭然で分かったということ。で、これは、この家での勉強法を正された人は多いですよ、結構。途中で、まあ最初の方は居眠り越えちゃったりね、いましたよね。あとはやり方が悪い。ね、ただ本読んでるだけでできるわけないだろう。いろんなことがあるわけですよ。そう、細かいところ。で、総長はこの中に密かに入って、中でしか聞こえないことを言ってるわけです。そして、感情的に乱れてた。そしてその乱れてることを中に入って修正する。もう最悪、もう、いつも、なんつうの？当たり前のことなんだけども、もう、なんで勉強してるかの、その根源的な問いまで、考えちゃった人もいるわけですよ。で、それも、すぐに直すと。まあ、大体そうすると5分、10分話すと、メンタリングで直っちゃいますからね。そうでしょ？次、なんつうの？センター前日マインドセット。これはね、やっぱね、さよこなんかも言ってたけども、とにかく一番気にしたことは、欲を捨てるということ。欲を捨てれば、いいものが入ってくるよ。いいですか？みんな欲張るから点数取れない。欲張るから
正直じいさんじゃなくて、なんだっけ、おばあちゃん、お化けが出てきちゃう。意味わかる言ってること。日本、昔話だよ。欲張る、でっかい箱取るから。そういうことなんだよね。それをね、いつも、もう何回もですよ。もうテスト中も、欲張るな。それを言ったおかげで、自己最高得点ですよ。どうですか。はい。で、あとやったのは、その持ち物確認。これも大きかったぞ。もう一個一個箱に用意して、ただ言葉で言ってんじゃなくて、実際に箱の中に物を入れて持ち物確認でやる？よ、うん？純ちゃん役だったいうし、もうみんな、本当あれよ。本当にみんながみんな、一個一個の確認になったっていう。でね、人ってね、右から左に流れちゃうんだよ。左から右でもいいんだけど、言葉で言ったってさ、ダメなんだよね。一個一個。これをきちんと真摯に受け止めるということ。いいですか？鉛筆、バーッと並べて、いい鉛筆を使う。当たり前だ。ね。ブチブチ、何？芯が折れるような鉛筆なんか使ってる人はどうにもならないわけだよ。もう実際それでできないわけだから。で、あとは、その、ティッシュ、紙袋、そういう具体的なもの、リンタロウなんか用意始めてドバーッと、去年の話じゃねえけどさ、ジョブスの話じゃねえけどさ、本当に話出しちゃって、もう血まみれになって、血まみれになってて、でもポケティ3つ持ってたから。ポケティ3つなんとかしのいで、それ単年分は試験官が持ってくれたらしいけどもね、もう本当血染めの、マークシートですよ。で、マークシートに血染めのピッて血が入っちゃって、大丈夫かな心配してるようなんだけども、とりあえずは、マークシートはその金属部分を感知するということで、一応、大丈夫だろうということになってんだけどもね、わかんないけどね、それはな。でも大事だと思うんだけどね。まあ、そういうことだって、ポケットティッシュなんて持って歩かねえから、なかなか。言われなかったら。で、こういうバカらしいことっていうのね、どうしてもそういうことっていうのあれなんだよね。逃しちゃう。でも、当然持ち物の確認をやったってこと、前日にやったってこと。うんこかぶりながらやったじゃん。で、開き直れ。欲張るな。開き直るってことは、自分を信じろみたいな感じでやったじゃない。それができた。瞑想。そして、瞑想っていうのは、もうリセット、自分のリセットか、心を落ち着けるということね。上手にできてるよ。そして、あと散歩。で、昼食の食べる場所。なるべく昼食は試験会場で食べないでくれと。ね。こんなつまんないことだって確実にやるんだよ。だからそういうことなんだよね。要するに今、本校の話か今わかんないけども、失敗した人はいないんだよ。失敗した人ゼロですよ。これありえないでしょ。で、ストラテジーをやって、勉強の部分はもう完璧。ほとんどね、自分やるとしてやってる。でも、そんなことよりももっと大切なことがあるということだよ。大切なことなんだよ。で、アポロ11号のね、乗組員が、何を練習したかというと、緊急事態の時に、金槌の持ち方、装置を金槌でぶっ叩くという、その練習までしてんだよ。最終的には金槌でぶっ叩く。宇宙船の中で必ずしてぶったく、ありえない光景でしょ？それをマジでやってんだ。で、僕はそういうことってとっても大事だと思います。そしてその、当日の、食べ方、カーボラスト、食事は必ず、おにぎりからかぶる、がぶりつくな！おにぎりの前に必ずナッツを食っとけ。ナッツを食っとけばなんとかなる。ね？で、ナッツ、そして水を飲め。ガボガボじゃないから、ちょび飲みの水をしろ。いいか？そして、リアルタイムなマインドセット。はい。ということ、こういうことの集大成なのね。だから、一個でも抜けると。で、そして、思ったことは、全部本気でやろうと思ったんだよ。本気でやろうと思った。それがみんなに通じたんじゃないかなと僕は思ってます。はい。そして、もう、夜採点してたら、なんと、興奮も、するよ。眠れなかったってこの前、サヨコが言ったけども、じゃあ、ソノカが言ったけども、サヨコも眠れなくなっちゃう人は続出だよ。
それはだ、うなだら、あの、絶望じゃなくて逆ですよ。うおーみたいな感じ。まあ、要するに、そういうことなんですよね。でね、1割の自己最高で出なかった人さえも、自分の力を発揮できた、すごいことですよ。でね、で、これは別にセンターのためにやってるわけじゃないんだよ。間違いないで。で、これは今から1ヶ月、2ヶ月と長い、あれが続きます。高校受験も同じことですよ。今から1ヶ月後、半月後にあるでしょ。そういう高校受験の時みんな同じに、これは大学生の話か、そうなんだ、みたいな。私たちは関係ない、そうじゃない、そうじゃない。同じことですよ。いいですか？こういうことをしっかりと、一個一個、真剣にやれるかどうかにかかってくる。それで真剣にやった人が、やっぱこれオリンピックの金メダリストであり、その辺でね、大きなね、偉業を達成した人たちなんだよ。だから君たちはこのセンター試験でやったじゃないか。すごいだ。取ったこともない点数取ったみたいな。すごくないか。ね。まあ、教科がたくさんあるから、いろんなところにこう、あれはあるけれども、総合してみると、そういうことが、もう分かってくるわけ。はい。ということはね、要するに、最後に、あ、一つだけ、総長が、本校の役がさ、役が、もうどうにもならないミスが止まらない。ミスが止まらない。もう涙が止まらないですよ、本当に。もう泣くぐらいですよ。ミスが止まらなくて止まらなくて。で、どうしようって。もう考えこっちゃ、だってミスしてることに気づかないんだから、ミス絶対ミスに気づけないじゃん。だから、チャカチャカしてるわけよ。要するに、始まって言うと、別にそれは試験外では大した、分かることなんだけど、試験始まっちゃうと別人になっちゃうわけだよね。それをどうしたらいいかと。いうことを、考えて、そして大発明したじゃない。あの大発明が、すごいことになったんですよ。後から蓋を開けてみると、きちんとやって、自分ともう一人のコピーロボットを自分に作った人は、コピーロボットの作り方は秘密ね。自分のコピーロボットを作って、ここに置いておいた人は、そのコピーロボットが試験中に伝えてくれたって。はい。伝えてくれた。そこ間違って、大丈夫？一個ずれてるよ。全部教えてくれ。そこ、読み違いしてるかもしれないからね。もう一回読んでごらん。全部教えてくれ。これの XN ね。XN から来るワード作りで、こんなことをやったんですよ、皆さん。XN から始まったワード作り。こんなバカらしいことを一生懸命やったんです。アポロ11号の金槌ぶった時と同じですよ。どうです、皆さん。こういうことをやらないと、このような結果が出ないということですよ。本当に真剣にやりました。はい。誰一人してバカにしないで、それをきちんとやってくれた。だからこういう結果が出るわけですよ。本当自慢できます。素晴らしい、受験生たちです。はい。そしてね、これからが、まあ、もっと、すごいことなんですけども、やっぱり今から、大体、センター燃え尽き症候群が出てくるわけですよ。この昨日もメンタリング、たくさんやりましたけれどもね。やっぱり意識が変わってくる。それだけもう、まずはセンターを通過するために頑張ってきたわけだから、それがなくなった時、さあどうしよう、みたいな、なってくるわけですよね。はい。そういうこともね、やっぱり、防止しながら、マインドセットして、変えながら、その、綿密なスケジュール、次第対策、そういうことをやっていくわけですよね。はい。で、さっきの、ミスね、どうやったらミス減らせんだろうっていうことは、総長がこれは、かなり前から、2010年ぐらいの頃から、真面目に取り組んできたことなんですね。で、やはりミス激減法、ミス絶滅法とずっとやってきて、瞑想を通してなんかして、ね、やってくる。まあ、半分、できればいいかなと。半分、自分の10個のミスを5個に減らせれば、これもすごいことですよ。ね。はい。それをですね、本当に、でも、10個のこの5個じゃなくて、10個全部も取り戻したいという欲ですよ。これ、総長の煩悩かもしれない。欲が続きまして。で、今年の時にもう本当直前ですよね。やっくんがもう本当に悩み抜いて、どうしたらいいもんかということをね、その時に帰り、ずっと一緒に歩いてきて、
歩ってきて横断歩道で待って、横断歩道を渡り切った時に思いついたんですよ。そしてホテルの前で10分ぐらい話して、それが形、もうあれですよ、もう本当にもうすごく、もう2週間ぐらい前かな、それが形になったのはね、超急いで、で作り出して、でそれをもうとにかく全員に染み込ませるぐらいやってもらったという、これだって本気でやったからなんですね。おかげでミスのね、ミスの連発している子たちがほとんどミスがないという、約ほとんどミスがなかった。他の人もいっぱいのアウトプットに XN シートのことが書いてありました。そのこと、はい、特許取ろうかな つまんないことなんですよ、本当に言われれば。でもそれをマジにやれるかってことがポイントでしょ。マジにやるかどうかなんだよポイントは。それでほぼミスがない、これは本当にしてやったりということですね。はい、やりました。はい、そうですね、小さなことでも大切なことの積み重ねなんですね。まさしく、基本、これもね、基本、別にそんなすごいことをやるわけじゃないんですよね。はい。常に現在に目を置いている早朝だから、適切な時期とタイミングでアドバイスができるんですね。そうです!はい。もう、ちょっと、興奮、まだまだ興奮してますけどね。今からがポイントですよ。今始まったばっかですからね。今これをさらに熟成させて、そして今センターではまあ失敗してないけど、まあそこそこの点数だったなという人は、そこの先がありますから、必ずありますから、この後に向けて2次、次第、後期に向けて頑張ってほしいなと思いますね。はい、これまでのやったことを特許取りましょう。取れるかなはい、グッドタイミングでアイデアが浮かぶものをちゃんと、今を生きてるからです。それですね、いや別にそんな大それたことじゃないですけど、ただね、総長、真面目に考えてるのはなぜかというと、君たちを見てて真面目、その姿を 見たから、今年、まあ、さらにすごくなっちゃって、姿を見たらさ、こんなに一生懸命やってる子たちをどうしてあげたいもんかと。で、最終的に泣くのってみんな勉強以外のところなんだよ。で、勉強以外のところって一体、もう意識的なこと、マインドセットの総長の世界じゃない?で、マインドセット、そして、アイディアなんだよね。で、ここの部分で何とかしてあげなきゃいけないっていうことが、こういうふうに繋がってくるんだと思いますね。はい。ということで、今日は本当にいろいろ言っちゃったけれどもさ、うん。